大山慎介のみんなの北海道2100。関西、北海道、そして全国の皆さん、おはようございます。北海道田舎プロデューサー大山慎介です。大阪 MBS ラジオのスタジオから関西へ、そして北海道 HBC ラジオを沖の皆さんにお届けしていきます。ということでね、北海道各地は雪祭り様々やってますね。で、あの雪関係のイベントはいわゆる氷雪とかね、そういったことだけではなくて様々あるんですね。北海道内の人は、いやいいからもう雪の話しないでと、言いかけて腰が痛いのよとかね、本当大変な方たくさんいらっしゃいます。ところがですね、まあ北海道内の方はよくご存知なんですけど、道内、北海道内でも雪の多い地域と少ない地域ってこれ本当に違うんですよね。さーっと雪が降って、あ雪は綺麗だねって感じる北海道民と、雪と聞いただけで、沈黙になってしまう北海道民と、様々いるんですけれども、そういった場所がね、あの特徴ですね。で、関西の方あるいは全国の方も、いやいや雪を見に来たんだからドーンっていうね、たくさん雪あるとこがいいよっていう方もいれば、いやちょっと違う風景をという方もたくさんいらっしゃいます。で、本日は番組でこの十数年時々お伝えしてるんです。この MBS ラジオで始まった15年前ですか、時々お伝えしてたんですけども、お電話で聞くたびに新しいことが出てくると、それいつから始まったんですかとかって、本当に新しいことが出てくる、そういうね、私は典型だなと思う。本日は東北海道、道東ですね、東北海道の標茶町です。標茶町にお電話をつないでみたいと思います。今日はですね、そういうこともやってるんですかっていうのをまた私勉強させていただけるのを楽しみにしています。大山慎介のみんなの北海道2100。大山慎介のみんなの北海道2100、お送りしています。ということで、本日は東北海道道東の標茶町です。標茶町、初めて聞いた方は漢字で書けないね、標識の標にですね、お茶の茶と書きます。で、町、これで標茶町と読むんですね。これがですね、もう一度や二度や、もうはっきり言って10回連続放送してもお伝えしきれないようなコンテンツがあるんですが、大きな特色としては面積がまず広いです。全国の町村で6番目の広さ、およそ1100平方キロメートルくらいですかね。で、実は関西から近いんですよ。近いっていうのは、いや距離は遠いですよ、遠いですけれども、関空からですね、釧路空港まで直行便飛んでます。で、その釧路空港から車でですね、そうですね、僕が知った時には50分くらいでしたかね。鹿に気をつけて、こう鹿ね、でっかい鹿がいるんで気をつけて運転すると50分から1時間ですから、結構近いんですよ、そういう意味ではね。そして何より、釧路湿原国立公園というのはご案内の方多いと思うんですけど、実は釧路湿原国立公園と言いますが、これは釧路エリアにある湿原ということなんで、町としてはですね、自治体としては標茶町が一番多くの面積を占めていると。なんと 45% が標茶町なんですよ。だから湿原の町でもあるんですね。本日はそのボーンと広がった大自然の中にひょっこりやってきた写真家で映像クリエイターをされている中道智弘さんにお電話がつながってます。中道さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず出身はどこですか？僕出身は千葉県ですね。千葉県、千葉県の野田市というところなんですけども。野田市、はいはい。ご存知ですか？醤油も有名ですよね。そうですね、キッコーマンの本社がある町ですね。そうですよね、はい。そうですか。そこで生まれてずっと育ったんですか？
そうですね、成人するまでは、大体千葉で、その後とちょっといろいろ東京の方と行ったりしながらですね。あ、でもじゃあ、もう関東圏っていうか首都圏。そうですね、もうずっと首都圏で生活してました。へー、どんなことをされてたんですか？基本的に僕はドッグトレーナーをやってまして。ワンちゃん？え、そうですね、犬の、まあ、訓練士って言ったら分かりやすいかな。あ、はいはい、あ、犬の訓練士だ。そうですね、20代の頃はずっとその活動してました。あ、そうですか、はい。あ、20代の頃はということは中道さん今おいくつですか？今年で34になります。あ、34。はい、事前情報ではナウオンセール売り出し中ということだったんですけどはい、独身でいらっしゃるんですか？そうですね、独身です。いつもナウオンセールって友人には言ってます。あ、そうですか、はい、あ、でもね、それは置いておきまして、というかこれ重要なことなんですけどね、はい、まあ、ドッグトレーナーえ、はい、でもどんなご縁があって標津町にいらっしゃったんですか？ですね、まあ、もともとずっとドッグトレーナー20代の頃やってたんですけども、それからですね、ドッグトレーナー辞めてから写真をこうやるようになってですね。あ、そっか、それで写真なんだ、はい、そうなんですよね。で、最初はずっと犬の写真を撮ってたんですけど、はい、そこからもともと自然とか動物が好きだったので、はい、そこからこう自然への興味がすごい出てきてしまって、20代後半の頃に一度アラスカに僕行ったんですよ。アラスカね。ちょっとそこでもう大自然に触れてしまって、これは自然の中で写真を撮りたいなと思って北海道への移住を決めたっていうような感じですね。アラスカに行かれてる方って僕ね、ちょっと結構存じ上げてるんですけど。あ、本当ですか？写真を撮りにね。はい。いや、なんて言いますかね、風景で写真を撮ることを覚えちゃうと、はい、もう北海道しかいられないっていう。そうですね、もう日本の中だったら北海道しかないかなっていうような感じでしたね。いつ標津町にいらっしゃったんですか？もうすぐ2年ですね。2021年の3月に移住してきました。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、2年間経ったということはもうね、はい、二冬ですね。そうですね。どうですか、寒くないですか？いや、寒さに関しては正直そんなにこうちゃんと着込めば全然大丈夫だったんですけど、はいはい、雪ですね、雪の量がやっぱりすごく多いので、はい、それにかなり当初は、まあ、今もですけどかなり苦戦はしてますね。中道さん、例えば西側のニセコエリアとかですね、はい、その北のソラチエリアとか、はい、行ったことあります？ニセコは、はい、一回行ったことあります。あ、標津町の雪と比べてどうですか？いや、もうそれはもう全然ですね、標津の方が全然少ないですね。だから標津、はい、の雪って中道さんにとってはちょっと多いかもしれませんけど、北海道にとっては少ないですよね、はい、ってよく言われますね。ただ僕が住んでるエリアは、ちょっと二次別っていうエリアなんですけど、そこはそのなんていうんですかね、標津の中でも、あ、まあ、そうか、豪雪地帯というか、あ、道東の中では多い方ですね。あ、道東の中ではね、でもそうですね、そっちのニセコとかに比べたらもう全然半分以下ぐらいだとは思うんですけど。広いですからね、標津はね。そうですね、はい。で、2年前ね、そういったアラスカの経験も踏まえて標津、はい、町にいらっしゃって、まずじゃあ役場の方と知り合って。そうですね、役場の方にいろいろお会いして、はい、でそれから徐々に徐々にと。そうですね、いろんな方紹介していただいたんですけど、地元の方がこう歓迎会みたいなのも開いてくださって、そうなんですか、本当になんか皆さん迎え入れてくださったんですよね。いや、本当にね、僕も標津町に時々お邪魔するんですけど、なんかこうやっぱり自然の中にいるとこうゆったりするんですかね。あ、そうかもしれないですね。本当になんかあんまり急いでないというか、皆さんすごくゆったりと生活をされてるなってイメージは最初からありましたね。写真の目線で見ると標津はどうですか？もう本当に言うことなくてですね、はい、もうほとんど、まあ、皆さんがイメージされてるまんまの、まあ、見れない動物たちはほとんどないっていうぐらい北海道の動物たちたくさんいるの で、 でやっぱりそんなにこう知られてる街でもないというか、あまり北海道の中でもどちらかというとマイナーな街になると思うので、そう、いや、そうですね、なのでこう本当に人もいないというか、そういう意味では本当に動物たちも野生のまんまでいられるので、本当の意味でのこう自然を体感できるなっていうふうに個人的には思ってますね。そうなんですよね、標津町、はい、今、はい、いろんな動物って言われましたけどね、はい、どんな動物とこう出会ってるんですか？はい、ですね、まあ、エゾシカなんかは北海道中にこういっぱいいるんですけども、はいはい、特に道東圏とか標津町でよく見られるってなると、やっぱ猛禽類のオオワシとか、はい、オジロワシとかですかね。あ、
もうあの天然記念物なんですけど、はい、そんなに出会うのも珍しいないぐらい結構数が来てまして、結構あの知床とかそっちの方も有名なんですけど、はい、意外と標茶町も普通に見れたりしちゃいますね。小動物は？小動物もいます。あのエゾモモンガーもいますし、エゾリスとかシマリスとか、あとはエゾユキウサギっていう、あユキウサギもいますし、はいはい、テンとかもいますし、本当にちっちゃいのもたくさんいますね。じゃあもう写真も撮りまくりですね。そうなんですよ。ただなんていうんですかね、人慣れしてないので、本当に出会うのが難しくてですね、足跡とかは今の時期いっぱい見るんですけど、あそっか、実は僕もまだまだ会えてない動物がいっぱいいるんです。じゃあこれからが楽しみですね。そうですね、そういう意味ではもう今も毎日毎日山に入って撮影してるような毎日なんですけど、この中道さんが撮った写真はその後、はい、こう役場の方でこうアップしたりするんですか？そうですね、今の町と、業務委託っていう形で、はい、あの写真と映像を作らさせていただいてて、私が撮ったこう風景とか標茶町の風景とか、あとは標茶 の映像ですね、事業者さんとかの映像とか、そういったものを使っていただいたりはしてます。あやっぱり今ワンちゃんいるんですか？はい、犬も大型犬が4頭います。大型犬が4頭？そうですね、はい。じゃあお住まいの中大丈夫なんですか？そうですね、あの山小屋をこうなんか小屋みたいなところで今4頭と暮らしてるんですけど。ああそうですか、はい。じゃあその犬の写真も撮ったりしてるんですか？そうですね、もともと犬からあの入ったので、結構でも私が撮る写真ってちょっとあのなんていうんですかね、ちょっと異質だとよく言われるんですけど。異質、犬たちの写真って結構今の日本だと可愛いっていうのをあのメインに撮る方が多いんですけど、 お花をつけたりとかカゴに入れて小型犬とか撮ったりとかする方多いんですけど、僕はなんか全く逆で、本当にあの自然の中にポツンといる動物っていうか、あの野生動物と同じような形で犬を撮ってるっていう感じなんですよね。その方がなんか犬たちの本能とか野生とかそういったものの魅力を感じてもらえるかなと思って、そういった写真を撮ってます。ああそうですか、はい。じゃあその写真集がいずれカレンダーかなんか標茶町で作ったら面白いですね。はい、そうですね、実はあのちょっと写真集のお話はあのいただいてまして、はい、あのちょっとまだ時期は未定なんですけども、カレンダーにしてほしいな。カレンダーとかもいいですね、個人的にはですね。なんか 毎月か毎日かこう標茶町のね自然を、その中ではやっぱり釧路湿原どうですか？釧路湿原も、まあ、あの日本最大の湿地帯なので、やっぱりあの動植物たちの宝庫なんですけど、なんていうんですかね、本当にあの原始の自然というか、はい、そういったものをこう感じられるような場所なので、まあ、当然歩いて入ったりというのはできないんですけど、はい、その代わりあのカヌーとかであの釧路川を下って、はい、湿原の中をこうカヌーで行くことができたりするんですけど、はい、もう本当にそういうところでこう釧路湿原を見ていくと、なんていうんですかね、文化圏とか社会的なあれとはもう全然隔離されたような時間なので、はい、すごい贅沢な時間だなと思っていつも体験してるんですけど。贅沢な時間ね。いや本当に今の時代だからこそ贅沢だなって思います、そうは言いながら標茶町から釧路市まで空港まではまあ50分から1時間ですし、はい、釧路市のいろんな例えば生活の利便性から考えてもですね、30分で行くじゃないですか、はい、釧路まで。そうですね、はい、だから生活するには困らないですよね。いや全く困らないです。僕もやっぱりあのいろんなこう関東圏の友人から、すごいあのリモートな場所に住んでると思われてるんですけど、全くあの都会とか東京にいる時と生活のあの自体は何も変わってないと思います。そこまでこう、まあ、ファーストフード店とかはないです。いやもちろんね、全然生活にこう本当に困るっていうのはアマゾンだって普通に来ますし、はい、なので全然そんなことはないです、ね。じゃあご友人の方は、じゃあ僕も行きたいなっていう方いらっしゃいません？あもうあの毎年やっぱりあの各シーズンごとに来てくれますね。あそうなんですか。はい、もうじゃあもう中道さんとこ拠点にいろいろね楽しんでいらっしゃるんですね。そうですね、そして今冬、はい、でね、あの実は標茶町は鉄道の歴史もありますよね。ああそうですね、はい、SL が今走ってるんですよ。これまだしてるっていうか、はい、北海道内で唯一ですよね。そうなんですよ、これがもう本当にすごくて、去年実は SL があの機体が故障してしまって走らなくて、今年初めて見たんですよ、はい、なんですけども本当にあの生き物に
感じられるぐらい迫力がすごくてですね、生き物生き物かなって思うぐらいの迫力です。 SL は それはそっか、写真家の目線ですね、はい、いや本当にでも、初めて見た時はすごい感動しました。感動ね、あの確か明治21年に鉄道が本当に古いんですよね、あの標茶町の鉄道の歴史は。そうかもしれないですね、で SL が唯一残ってて、はい、そうですか。食べ物はどうですか、はい、食べ物もいっぱいあります。いっぱい、まあ、もともと酪農が盛んなので、はいはい、あのまあ、牛乳とかは当たり前に、乳製品は美味しいんですけども。いや当たり前にね、はい、あの星空の黒牛っていう、あれですね、標茶町の特産の、黒牛が、あのお肉があるんですけど、はい、そのお肉もすごく人気で、まあ、脂は乗ってるんですけど全然しつこくなくて、本当に美味しいんですよ。でふるさと納税なんかでも一番人気になってるので、あとはあの標茶のサフォークですね、羊のお肉も、あのブランド化に、なって、それも売り出してるんですけど、いやなので牛も羊も美味しいですね。いやね、星空の黒牛も、はい、これも結構経ちますけどもね、本当ブランド化されて名前もいいですよ ね、星空の黒牛ってね。あ、いい名前ですよね。そしてふっとこの数年頑張ってるのが、これもまた代表版のサフォーク。そうですね、サフォークも本当に私こっちに来てから食べるようになったんですけど、これ僕好き嫌いあるかなと思ったんですけど、中身さんどうですか。全然あの、まあ、よく言われる臭みなんですけど、全然なくて、本当にあの牛とかと全くなんていうんですかね、変わらないっていうとあれですけど、あの全く臭みがなくて美味しくて、むしろ今ではちょっとこう好んで羊の方を選ぶぐらい好きになっちゃった。そうですか、はい、いや、はい、中西さんも本当にもう北海道になっちゃった。だんだん道民になってきてます。土産ですね、はい、そうですか。でも先ほどねちょっと、お友達がいらっしゃるということもありましたけど、はい、何かこう仕事のつながりとか、はい、あるいは、はい、標茶に例えば一定期間長期間住んでみたいなとかって、そんな方々っていらっしゃいます？はい、そうですね、まあ、あの私 SNS もやってるんですけど、そういった SNS とかを通じて標茶にもちょっと興味があるとか、道東に移住したいっていうような方から連絡受けることあるんですけど、なのでそういった場合はあの移住体験住宅っていうのが今標茶町に3棟ありまして、2月の中旬ちょうどもうちょっとですね、2月中旬から募集開始するんですけど、はい、そういったものも一応用意はしてますので、まあ、そういったところを斡旋したりっていうのはしてますね。それ普通、はい、普通役場やりますよね。そうですね、でもあの役場の方たちともちろん連携して、いやもちろん役場の、ね、はい、方も熱心なのは僕存じ上げてるんですけど、はい、中道さん の、 その発信で、あるいはね、はい、あの写真の魅力も含めてね、はい、ああそっか、そういう意味ではね、そうですねって言ってくださる方もいますね。ああそうですか。さてね、あの本当話は尽きないんですけど、どうですかね中道さん、今後こんなことしてみたいとか、あるいは標茶の魅力ちょっとこれだけはっていうのを最後に一言いただいてもいいですか。はい、まあ、標茶町本当に先ほども申し上げたんですけど、本当にあんまりこう有名な地では決してないんですけども、はい、道東の中でなんていうんですかね、まあ、自然もたくさんありますし、人も本当にいいところなので、釧路空港からもすごく近くて、大体 の、 あの皆さんが想像されるような北海道のアクティビティだとか動物たちっていうのは見れますので、はい、ぜひ一度なんか足を運んで標茶の街を体験してみてほしいなと思います。ああそうですか。じゃあ今度標茶に行った時には、はい、中道さんの写真展みたいのを開催していただけたらなと。はい、頑張ります、ね、はい、僕それちょっと拝見しに行きたいなと思いますけどもね。ぜひぜひ、はいはい、今日どうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、標茶町の写真家で映像クリエイターもされています中道智弘さんにお電話つなぎました。いやもうね、これ一言言うと、もうハマったっていうんですか、こういうの。ね、もう完璧に土産子ですね。いやドッグトレーナーから写真、そしてアラスカに行った時に、ああもう帰ってくるとこは北海道ということで。だけど楽しんでいただいているようで本当嬉しいです。ね、それでその楽しみをあなたにもということで、あの中道さんがおっしゃってた体験住宅ですね。こちら、もうそろそろ募集が開始されますということで、関心のある方はですね、役場の方にお問い合わせください。役場でですね、ちょっと暮らし体験住宅の関係ですって言いますと、2月中旬から募集が開始されます。で、実は令和5年度中にはですね、
いろいろ関心が高いので宅地も分譲しようかと。釧路にも近いですからね、ひょっとしたら関西あるいは札幌の方にとってもそんな土地代っていう話になるので、じゃあリモートで仕事するなったら標茶でもいいんじゃないとかっていう選択肢が今各地で広がっている中で、標茶町も令和5年度中にはですね、宅地の分譲も計画中です。そういったことも含めて、役場に問い合わせていただきたいなと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。ここで NPO 法人みんなの北海道2100お知らせしますね。今日はもう少しだけですね、もうワンポイント、学生若者支援プロジェクト。これはですね、困っている今ね本当大変な大学生高校生それから、専門学校の南幌町が窓口になってまして、こちらでに、ふるさと納税で支援することができます。こちらはね南幌町に1円も残らないんですよ。でエントリーしている7つの学校法人の奨学金に充当されます。そんな制度あるのと。実はこれ昨年から始まったんですが全国初めての制度なんですね。こちらを NPO 法人、南幌町がサポートメンバーですので、応援させていただいていると。2月の19日まで、来週の日曜日までなんですね。ぜひですねみんなの北海道2100、こちらの方をホームページ見ていただくと左上にクリックするとこ出てきますんで、ぜひご関心のある方っていうかね、学生にちょっとだけっていう方、ホームページご覧いただけたらなと思います。大山慎介のみんなの北海道2100。今週のプレゼントです。特産品です。これはね中道さんおっしゃってましたね。牛肉も美味しいんだけど実はもう最近はサフォークなんですよっておっしゃってましたね。そのサフォークです。標茶町さんのサフォーク3種類食べ比べセット。その3種類とはですね、ももロース、リブロース、そしてカルビ、この3種類なんですけれども、それに加えてヒマラヤの岩塩、それとですねマレーシア産のブラックペッパー、こちらもセットになって3名の方にということです。これはねちょっと僕別のところでお話して大好評でしたね。サフォーク3種類食べ比べセット、こちらを3名の方にと。宛先お伝えしますね。メールです。すべて小文字で m2100@mbs1179.com。 もう一度言いますね。 m2100 です。@mbs1179.com。 おはぎです。 530-8304 MBS ラジオ大山慎介のみんなの北海道2100、こちらまでお願いします。今週のキーワード、標茶町。これ頑張って漢字で書いていただけると嬉しいですね。標識の標にお茶の茶と書きます。これで標茶と読みます。で町、標茶町。締め切りはいつもの通り来週の金曜日17日までお願いします。今日のね中道さんのお話のご感想とか、あるいはその他何でも結構です。メッセージお待ちしてますね。そしてメッセージをご紹介した方にはですね、好む好まざるに関わらず浅部町のおらいもくんグッズお送りしています。大山慎介のみんなの北海道2100。ここで1月の月間プレゼントの当選者発表しますね。幌加内町、これもうね本当に中道さん幌加内町に行ってみてほしいですね。雪がですね多分ね5倍か10倍くらいありますね。そば生産量日本一の幌加内町、幌加内そばの乾麺、2人前が1パックになってるんですけど、それを5セットですから10食分ですね。10食分、こちらを5名の方いきますね。奈良県は天理市のラジオネームペコ太郎さん、東京都は板橋区のラジオネームシェフィールドさん、兵庫県は伊丹市の辰巳剛さん、北海道は千歳市のラジオネームアクティブさん、
で、京都市の塚田文樹さん、以上5名の方です。2月の月間プレゼントもお伝えしますね。2月はですね、十勝の鹿追町から、十勝放牧、今度は豚です。十勝放牧黒豚、ストレスフリーなんですよこれね。ストレスフリーで本当にこうのびのびと育った十勝放牧黒豚、この無添加生ソーセージをお二方に、これね3種類のセットなんですね、お二人ということで、こちらのキーワードは十勝放牧黒豚ということでお願いします。宛先は先ほどと同じです。念のためお伝えしますね。メールです。すべて小文字で m2100@mps1179.com。 おはがきです。530-8304 MBS ラジオ大山慎介のみんなの北海道2100。今週のプレゼントとダブルエントリーもできますので、どちらもご応募されたい方は、標茶町そして十勝放牧黒豚両方書いてお送りください。ということで、今週はですね、釧路湿原という名前ですけど一番面積が多い標茶町で、ね、写真を撮りながら、まあ、映像クリエイターもされてるんですけど、標茶ライフをですね満喫されてる中道智弘さんにお電話つなぎましたね。標茶町体験住宅がありますんで、ぜひですね、役場の方に。そして3月までは中道さんもおっしゃってた SL 走ってます。盛りだくさんですね、標茶町。私は今後もウォッチしていきますんで、よろしくお願いします。大山慎介のみんなの北海道2100、お相手は今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。